前作スピードスケートクラブの練習が始まっています。佐久市三笹にある前作スピードスケートクラブのローラースケート場にて、毎週末クラブの子どもたちが練習しています。前作スピードスケートクラブでは6月から佐久市のスポーツ教室も予定しています。大自然の中で風を感じながらのローラースケート、まずは体験してみてはいかがでしょうか。前作スピードスケートクラブの浅田です。私たちはですね、もう8年目に途中ですかね、地域の子どもたちを集めて、ローラースケートをやるという、基本的には冬のスケートが、主なんですが、夏の間はローラースケートを中心にした陸上トレーニングをやっています。三笹湖でちょっと分かりにくいところにあるんですが、ぜひですね、お近くの方はですね、来てみていただいて、一応体験という形でこのローラースケート場を、で滑っていただくことも可能ですので、ぜひ、いらしてみてください。